ウォルト・ディズニー・カンパニー、ウォルト・ディズニー・ダイレクト・トゥ・コンシューマー・アンド・インターナショナル、フォックス・ネットワークス・グループフォックス・ネットワークス、グループは、かつては21世紀フォックスのテレビネットワーク事業部門であり、現在はディズニー・インターナショナル・オペレーションズの子会社。ここでは、21世紀フォックスがウォルト・ディズニー・カンパニーに買収される前の部門構成を記す。 2019年3月20日に、親会社の21世紀フォックスが、ウォルト・ディズニー・カンパニーに買収された。フォックス・ネットワークスグループのうち、以下は、ウォルト・ディズニー・テレビジョンへと再編。21世紀フォックスの法人自体は、フォックス・コーポレーションとして新たに発足し、上記の3社を除く企業の米国内ユニットのみを引き継いだ。 ディズニー社がすでに ABC や ESPN の大部分を所有していたことから、米国内でのテレビネットワーク事業の下線が懸念されたためである。一方、米国外ユニットはすべてそのまま残った。こうして、フォックスネットワークスグループは、米国外に特化した企業となり、ディズニー社における海外担当部門のディズニーインターナショナルオペレーションズに組み込まれた。日本では、 日本法人の FOX ネットワークス株式会社が2つのチャンネルを運営している。ありがとうございます。